極超音速ミサイルの可能性があるということです韓国軍は北朝鮮が今朝、中距離級とみられる弾道ミサイル1発を平壌付近から日本海側に向けて発射したと明らかにしました韓国軍は今回の発射について飛行時間は10分未満で速度から見て極超音速ミサイルの発射実験の可能性があるとの見方を示しました 北朝鮮は1月に、極超音速弾頭を搭載した固体燃料式の中長距離弾道ミサイルの発射実験を行い、3月には固体燃料エンジンの地上燃焼実験を実施しています。